こんにちは、ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回は夫の希望で LT キャンパーズさんにお願いしていた外回りの改造部品が入ってきたという連絡を受けて、その取り付けに行ってきましたが、その内容の詳細に関してはナオミライフ外伝として夫がまたアップすると思います。今回はその際にレガード乗りのお友達と待ち合わせをして過ごした1泊2日の動画になります。夕方にレガード3台揃った後、夕ご飯を近くのお店でいただいて、本日のお宿の RV パークを目指して走っているところです。この間もグループラインを使って6人で会話しながら目的地を目指しています。文明の力はすごいですよね。まるで1台の車に6人乗っているような感覚でお話ができて、もうびっくりです。万が一信号で離れてしまっても道に迷うことなく誘導してもらえますしね。グループラインでお話しすることが初めてだったので、 LINE をこういう風に使うことができるって初めて知って感動しました。皆さんはご存知でしたか？とっても便利な機能ですね。そろそろ本日お世話になる RV パーク、立科パークホテルさんに到着です。受付を済ませてお風呂に入ってから我が家のレガードに集結して、いろいろな話で盛り上がりました。やっぱりレガードの話が多かったですけどね。内容をお聞かせできませんが、とっても本当にとっても楽しくって、あっという間に夜中の12時を回ってしまいました。おはようございます。4月9日の朝を迎えています。昨晩は夜中過ぎまで、皆さんと一緒に歓談しておりましたが、今朝今これ6時の映像になります。とっても寒いです。映像からこの寒さを伝えきれないのがとても残念ですが、こちらは標高が1200メートルということで、やはり寒いですね。スタッフの人に先ほどお会いしてご挨拶した際に、今日はとても寒いですよ、1度かな2度かななんていうふうにお話をされていました。やはり長野県の朝は横浜とは全く違います。ということで、これからお風呂に行ってみたいと思います。誰もいない露天風呂でのんびりとゆっくり温まりました。こちらの RV パークは夜だけでなく朝もお風呂に入ることができるので、とっても素晴らしいポイントだと思います。朝風呂好きにはたまりませんね。RV パークの別サイトからの眺めがこちらになります。とっても綺麗ですよね。この眺めを堪能した後、本日最初の目的地の立科湖に到着です。お天気も良く、のんびりとお散歩するには最高な場所ですね。
こちらの蓼科湖は湖畔をぐるーっと一周できるようになっているそうで、ワンコちゃんたちのお散歩にもとっても良さそうです。今知り合った岐阜からのキャンパーさんによると、ここは蕎麦街道というそうです。蕎麦屋がいっぱい並んでるからだそうで、蕎麦街道だそうです。次の目的地は諏訪大社近くにあるお蕎麦屋さんです。お蕎麦をいただく前に諏訪大社を参拝しました。境内に入っていくと、ご覧のように白むく姿の花嫁さんに遭遇して、ね、こちらまで幸せな気分になりました。綺麗ですよね。お参りを済ませてから裏通りをお蕎麦屋さんまで歩いている道々で、ご覧のように温泉が流れていました。とっても暑かったです。こういう風に温泉が身近にあるっていうのは良いですよね。暑い。羨ましかったです。注文した海宝かき揚げそばは、かき揚げのボリュームがあって、エビ、イカ、小柱がたくさん入っていて、とっても美味しかったです。おそばももちろんなんですが、鰹節屋さんだけあって、お出汁がとっても美味しかったです。お蕎麦をいただいた後、諏訪湖の湖畔でお友達の方からいただいた甘いスイーツをいただきながら、日向ぼっこをして歓談をしました。諏訪湖の湖畔の桜を見ながら、諏訪湖インターまでグループラインを使ってお話をしながらドライブして、楽しい時間を過ごします。諏訪インターでお別れをし、我が家は横浜へ、2台のレガードは名古屋に向けて車を走らせましたが、グループラインで楽しく会話をしながら帰路につきました。今回の動画では編集に加えていない夫の男のロマン編が、またナオミライフ外伝としてそのうち配信されると思いますが、その際は見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。はいはい、今ね、真正面にね、ものすごい大きく富士山が映ってる。